はい、第19回、ジャズが NBA チャンピオンになるにはお方ということでますと、チャンピオンになるための条件は全提を挙げて、ぐダグダ妄想垂れ流す感じですと、コメント欄でのリクエストをお待ちしております。気軽にね、えー、コメントしてみてくださいと。で、今回はコメントがなかったので、5年238ミリオンで契約延長したばっかりの、えー、ユタジャズ、ラウリーマーク・マルカネンが所属する、えー。ここやっていこうと思いますと、 23番なんだへ。意外とマイケル・ジョーダンが好きっていう。レブロンかもしれないな、この人の体格から言うと。で、マルカネのこの契約延長に関しては、まずちょっと見てほしいのが、あーと、はい、えー、っと、トレードデッドラインの翌日にトレードが可能になるんで、契約延長から半年トレードができないということで、まあトレード可能になるのは来年以降ということで、もうこれちょっとね、マルカネで指名権をがっぽりというムー,ムーブはできなくなっちゃいましたと。で、 この中でじゃあ指名権もらえそうな選手って誰って言われて、まずコリン・セクストン。この人も結構効率いいんだよね。で、コディ・ウィリアムス。まあ、新人出すことはないか。で、キヨンテ・ジョージ、ウォーカー・ケスラー。このあたりをね、出そうとしてたんだけど、いまいち引き取り手がなくて、ウォーカー・ケスラー本当に出すのかなとか思うんだけど。 うーんまあでもザック・イディにケチョンケチョンにやられてたからなっていうでここのサラリーキャップに関してはもう特にあのタンクする前提で選手を集めてたんでこれ完全にだからまあまあこんな感じねタンクする気で身動きなしだったのでロスターがスカスカで、えー、FA の残りをかき集めて途中で丸ネン全球するんじゃねっていううん 丸かね、多分、よく書きすぎたというよりも、いいオファーがなかったんじゃないのかなと。まず1えー、だってこの人19ミリオンぐらいだったでしょ。だから、多分相当足元見られてたんじゃないのかな。指名権、この人だとね、俺は3つか4つは欲しいなと思って見てたの。うん。で、これが、ダニー・エイジンじゃなくても3つか4つは来るんじゃねえのって思ってたの。この、だって19ミリオンでしょ。 この働きで25点いくかいかないかでで50%ちょっと切って40%ちょっと切るぐらいのスリーポイントでしょこれはねでこの体の大きさだからだからええー、と思って全然オファーがないのが。 うん、だからポジェムスキーがどうのこうの言っててそれはポジェムスキーぐらい要求するだろうとか思ってだからこれダニー・エインジのクラさが知れ渡ってまともなオファーが来なかったというよりもマルッカネンのことを見くびりすぎてるような気がする俺はいくらなんでもこれはというまあ言うてマルッカネンどうなんだろうなっていうところも分からなくはないんだけどでもこの体つき見てくださいよこれたくましいじゃないですかいい感じですよこれ うん。まあ、だから、これからユタチアズはマルカネを中心にチームを組んでいくというふうに考えていったらいいんじゃないのかなと。例えば、あの、ちょっと前のオクラホマサンダーみたいに、シェイを一応キープしておいて、で、タンクだけはしといて、で、指名権でいいのを取って、で、優勝できそうになったらゴー、みたいな。うん。結構いい選手揃ってきてるんだよね、と。はい、じゃあ、ちょっと見ていきましょう。ょっと現状ね、えー、マルカネマックス契約でキープすんのって思ってる人多いと思うんだけど、いや、逃げられるよりはいいでしょ。本当に。 いや、これほんと、逃げられるよ。あんまり契約のことをぐちゃ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 やってたら。うん。で、マックス契約でブラッドリービールみたいになりますよって言われて、俺はならないと思う。だって、おっきいもん。うん。怪我もあんまり、あー怪我がちか、この人。若干。まあ、だからこそ、えー、休ませてあげてください。今年はもうゆっくり。で、えー、ボディービルとして、すごい、あの、ガッチガチのムッキムキの怪我をしない体を作ってきてから、来年、えー、またやりましょうと、まあ。マルカネに関しては多分そういう考えだと思うね、ユうタは。はい。 で、マルカネンを売るんだったらセクストンも売れたはずで、で、売ってないでしょ。で、2年残ってるでしょ、これ。はい、セクストン。この値段でてセクストンだったら安いし、で、契約延長も多分そんな高い値段でやらないと思う。30ミリオンぐらいだと思う、高くても。で、まあ、マルカネンがいる限りはセクストン数字に伸びないし、うん。まあ、そんな感じで、えー、全体見ていきましょう。と、ランニングの可能性はタンクはするだろうから、指名順位次第。 まあ、で、えっ、ー、と、優勝するための条件でか、マルカネはちょっと、スタームーブ、エースムーブはちょっとできないから、だからゴールデンステートウォリアスのようなシステムが欲しいかな。だからブーデンフォルツァーみたいな監督が来てくれると良かったんじゃないのかなとか思いつつ、はい。でも、ブーデンフォルツァーだとね、やっぱエースがいるんだよね、と。だからまあ、KD のような大スターか、ゴールデンステートウォリアスのようなシステムがあればな、っていう。 うん、どっちかがあれば多分優勝に近づいていくと思う。そういう選手たちが揃ってるとも言うた、うん、なかなかね、いい選手揃ってんじゃないかなと。優勝するためのキーマンは、まずコリン・セクストンでしょ。で、キボンテジー、G、コディ・ウィリアムスに、マルカネに、ケスラ。ケスラ残すんじゃないのかな、もうこの状況だと。うん。で、それからプラスし、しあ、でもケスラは打っといてもいいかもね。スリーポイントがいまいち入るか入らないかわからないとこあるから。だから今後、ここのポジションで、えっ、ー、と、クーパー・フラッグ入ってきたら、 クーパーフラッグとマルッカネをどっちか5番にしておいて、ぐる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 回しておくとか、うん。ありじゃないのかな、それも。ね、新人が入ってきて誰かと。だからケスラー消しとこケスラー売るんじゃないのかな、シーズン中に。はい。ということで、懸念点に関しては、ダニエンジの暗さが知り渡ってて、まともなチームは無視してる模様のようなんだけど、 うんちょっと丸っかねをね、ちょっと足元見すぎたような面があるからね、どっちが悪辣なのかよくわかんないという。まあ、ダニ・エンジが悪辣なのはも,もう決定的なんですけどね、と。で、優勝するチャンスに関しては、一昨年、一昨年見ればわかるように、今の手元のメンツは悪いメンツじゃないから、うん、だからこれを育てていくっていうふうに考えてくれのにいいんじゃないのかなと。で、まあ、コディ・ウィリアムスも多分育ってくれば 3D に育ってくるだろうし、基本手ジョージはショットセレクションができる、セクストもできる、丸っかねは、 うーんナンバーツーぐらいがいいんじゃないのかな、この人。ナンバーツー、うん。で、ナンバーワンの選手が取れたら、またはここのメンツの中でナンバーワンが育ってきたら、優勝するチャンスが出てくるんじゃないのかなとは思うんだけどと、まあでもユタジャズだからね。で、もう優勝してきてないし、優勝するチャンスってあのジョン・ストックトン時代の2回しかなかったでしょ、基本は。 だから、まあ、優勝に縁がないじゃないのかなと。で、一つね、もう一つ最後にこれね、最後の方だから言っとくんだけど、ユタジェズがなぜこんなに人気がないか、優勝するチャンスがないのか、増えてきてもらえないのか、はっきり言っときますね。モールモン教です。はい、以上、失礼します。